キクローゼン整理第10回いつ始めるか3つの力のある今日から。ローゼン整理はいつから始めればよいですかという質問を受けますが、思い立ったが吉日、今日から始めましょうとお勧めしています。なぜ早い方が良いかといえば、ローゼン整理には気力、体力、判断力と3つの力が必要になるからです。第1の気力は、ものの要不要を決める、つまり決断すること。決断と文字にすれば漢字2文字ですが、これがなかなか難しく、エネルギーが必要になります。もったいないとか、いつか使うかもで、長年押し入れや納戸に眠っているものを手放すには、それなりの覚悟がいります。身を切られるように感じるという方も多いでしょう。しかし辛くてもこれからの暮らしを考える。つまり決断は未来を切り開くことになるのです。そして二つ目の体力はお分かりですね。物を動かすには力がいります。今は元気で重いものを持てるとしても、10年後、20年後はどうでしょう。持てなくなってからでは遅いのです。付け加えると、気力を支えるのも体力なのです。体調不良では片付ける気にはとてもなれないでしょう。そしてこれから先のことを見通す力、現状を客観的に捉えられるかどうかが3つ目の判断力です。例えば山に登っていて突然、上から小さな石ころがコロコロと転がってきたとしましょう。その時、あれ？もしかしたら崖崩れで大きな岩が落ちてくるかもしれないと、安全なところに避難する人。小石を見ても、平気平気、問題ない、と登り続け、ドドドと土煙を上げて落ちてくる岩を見てから慌てて逃げる人。岩が落ちてくるぞ、という誰かの声にも気づかず、岩に当たり、痛い思いをしてわかる人。つまり判断力とは、小石が落ちてきた時点で危ないかもしれないと考え、行動できる力、イコール自分を守る力なのです。最後に、片付けなければならない物の量を山の難易度だと仮定すると、この山は早めに登る方が低い。片付けるものが少ないからです。先延ばしにすればするほど物は増え、山の難度は上がり、最後はエベレストになるかもしれません。さあ、どちらの山に登りたいですか？第10回終わります。